アヌラーダプラ王国は、紀元前4世紀から11世紀にかけて、スリランカに存在した王国。首都は、スリランカ北中部のアヌラーダプラ。アヌラーダプラの地に都市を建設したのは、紀元前543年に、インドからスリランカにたどり着いた、ウィジャヤ王である。シンハラ人の祖先と言われる、ウィジャヤ王は、スリランカ全土を支配下に収めると、各地に入植地を建設した。 そのうちの一つがアヌラーダプラだとされる。紀元前377年、ウパティッサヌワラ王国のパンドゥカーバヤ王は首都をアヌラーダプラへと移しその整備を行い、ここにアヌラーダプラを首都とする王国が成立した。王国の権威はスリランカ全土に及んだが、その長い歴史の間にたびたび独立した勢力の出現を許すことになった。とはいえ、 アヌラーダ・プラオはこの時代の終焉まで、終始スリランカにおける、最高権力者とみなされてきた。紀元前3世紀に、インドのアショーカ王の息子マヒンダにより伝えられた、仏教はこの時代大きく、勢力を伸ばし、王国の文化、法、そして統治に至るまで多大な影響を及ぼした。カッサパイ世の時代、477年から495年まで一時的に、 首都がシーギリアへと移ったが、王の死後は再びアヌラーダプラへと戻っている。アヌラーダプラ王国の時代、スリランカにはパーンディアーサをはじめとする南インドからの侵略が繰り返しあり、王国は常にその脅威に悩まされてきた。最終的に2017年、南インドの長羅朝がアヌラーダプラを破壊し、王国はより南のポロンナルワへと逃れ、アヌラーダプラの時代は、 終焉を迎えた。ありがとうございます。